皆様お疲れ様です。朝ドラ大好きチャンネルです。今日は8月28日月曜日、早速皆さんの感想を見てまいりましょう。勝ち負けなんだ牧野と言い捨てた徳永教授、どこか悲しそうに見えたのは自分だけではないはず。彼もきっといろんな思いがあってこの思想に思い至ったんだろうな。大久保さん、お前を見てるとこっちまで悲しくなってくるというあたり、古いと述べた万太郎のやり方に自らの植物学の進め方を重ねているのかな。大久保さんは人脈形成術から文献の引き方、麦わらをかぶった採集旅行まで、常に黎明期の泥臭いやり方を通してきた人として描かれていたもんね。採集旅行にも行けるし、資金も出してくれる、素晴らしいはずなのにどうしてだろう。田辺教授にプラントハンターにならないかと誘われた時のような不自由になる感じがしてしまう。おそらく経験不足である大学院生の独断で名札をつけているという事実が、教室の中で植物分類学が以前ほど大切にされていないことがわかる。そして最新のリボルバー式顕微鏡がたくさん。この中で万太郎は分類学を極めることができるのかな。植物学教室に戻ってきた万太郎、そこには白衣を着た学生たち、植物学を西洋の学問として考え様相に身を包む万太郎と、あくまでも科学として考えている彼らの姿がコントラストになっているよう。植物学としては第二世代の登場は素晴らしい。でも万太郎が古くなる。月給15円で戻ってきやがってよ。ムジナモで世界の牧野になった男が体よくただのプラントハンターにされる。俺はそんなの見たくない。大久保さんの言葉は辛辣であればあるほど愛だった。これからは世界と用意ドンでスタートする解剖学に注力するのもわかる。でも周回遅れだった分類学も万太郎なら世界を巻き返して一番になれるような気もするんですよね。でもあの徳永教授が世界を見てきたからこそ出した答え、きっと大変な苦悩があったはず。田辺教授時代は置かれていなかった国旗、これも時代の空気の反映なのだろうな。国家の機関として植物学教室がいかにあるべきかを考える立場になったんだな、徳永教授は。ありがとう徳永教授。万太郎復帰にあたり、最終学歴が小卒の彼へ15万の月給、自由に出張、一律の手当付きというのは、金に苦労する万太郎を思って徳永教授がかなり頑張った結果だと思うんですよね。万太郎や自分たちの努力を器用という言葉でくくられたんじゃ、そりゃもうやってらんないわな徳永教授。ではどの分野でなら正当な評価を得られるのか考えた結果、それは顕微鏡の中の世界しかないと。そこに予算ぶち込むしかないのよね、国の機関だから。これからは解剖学、分類学はもう古いという思想なのはよく分かったけど、それでも万太郎を助手として働かせたいという徳永教授の心理はどこにあるんだろう。まだまだ標本を集めて分類学も進歩させたいのか、それとも貧乏ながら一人で研究を続ける万太郎を思ってのことなのか。確かに徳永教授は変わったんだろうけど、決して悪人になったわけではないよね。
純粋に日本の植物学の進歩を考えている。きっとその思想の奥には田辺教授の精神が根付いているんだと思う。それにしても徳永教授が帰国する前から植物解剖学を目指していた畑野くんってすごいな。徳永教授は世界でトレンドだからって理由で始めたけど、畑野くんは最初から自分はこのやり方でって野宮さんとタッグを組んで始めたんだもんね。万太郎が東大に出入りして大久保さんたちと研究していた時期の放送期間が長かったから勘違いしそうだけど、あの期間はほんの 3,4 年で、追放されてからの方が倍くらい長かったんだな。植物学に限らず学問にはトレンドがあって、ある時期まで主流だった学問がいつしか古臭いやり方になってしまうことがある。だからといって古臭いやり方がもうやらなくていいというわけではないし、研究の意義はまだあるんだけど、でも国の機関としての東京大学はそうはいかない。雄一郎くんの人種差別の話を思い出しながら、徳永教授が勝ち負けにこだわる理由を考えている。きっと彼もドイツでいろいろあったんだよね。徳永教授の大きな肖像画、天国からそれを見た田辺教授、私も飾ればよかったって思ってそう。実は徳永教授の肖像画を描いたのは野宮さんってことはない？でもまあ帝国大学教授だから名の知れた画家に頼むよな多分。先週の金曜日はついに万太郎が金を稼ぐぞ、やったとガッツポーズだったのに、大久保さんのなんで戻ってきたんだという全てを悟った一言に胸をえぐられた。月曜から全力で殴ってくるランマン、あと1ヶ月、今週も目が離せない。朝ドラが大好きなあなたのための朝ドラ大好きチャンネル、ぜひ皆様の感想もコメントしてくださいね。誰かと朝ドラの話がしたいけれど周りで見ている人がいないという方も多くいらっしゃいますよね。ぜひこの動画のコメント欄で朝ドラについて語り合っていただければと思います。僕もすべて読ませていただきますね。お待ちしています。そしてこの動画を少しでもいいなぁと感じていただきましたならば、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。やり方がわからないという方は画面の下説明欄にやり方を載せていますので、そちらをご覧くださいませ。今後の制作の励みになります。よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。